い、どうも、こんにちは、OCTPOです。ブラックです。ということで、今回もセミニングルバープに潜入しちゃっていこうと思うんですが、今回はですね、激レア中の激レア FP 紹介しようかなと思います。まあ、これ持ってたら、めちゃめちゃ運がいいと。ドニエルマレンがですね、普通のマレンとは違って、スーパーサブがついてる。週刊 FP として来たんですけど、あの週刊 FP として来た時に、スーパーサブがついてきてるんで、通常のマレンですね、にはスーパーサブがついてないんですよ。このマレンしか、スーパーサブがついてないということで。まさに一点もの激レア中の激レアと一番のレアなんじゃないかなと思う、個人的には。このドニエル・マレンね、この前ね、センターフォワードランキング出した時とかでも、ドニエル・マレンはどうなんですかみたいな、結構ランキング動画とか、この選手強いですよって言ったら、いや、マレンも強いよみたいな感じで、うん、マレンファンの人がね、いたんですけど、マレンもね、もちろん強いんですけど、マレンと比較対象になってくるのがマルシャル。そう、あのマルシャルが181センチで、ドニエル・マレンが180センチで、数値とかもめちゃくちゃ似てるんですよね。で、全体的な数値を確認していくと、ちょっとずつね、オフェンスセンスの部分とか、あとボールキープとかがめちゃくちゃ高いんですよ、マレンって。で、スピード瞬発もマルシャル高いし、フィジカルポジコンもマルシャル高いみたいな感じで、うん、ちょっとこっちの方がね、まあ、使ってた感じ、マルシャルよりもパワーがあるみたいな感じで、うん、馬力があって、力強いプレーができるっていうのはあるんですけど、マルシャルがいい部分っていうのは、ワンパワンシューを持ってるっていうところなんですよね、スーパーサブで。ドニエル・マレンって、ワンパワンシューっていうのは持ってないんで、スキル構成でいうと、マルシャルに負けてしまう部分があるんですけど、ライジングとかつければ、ミドルライジング打ってたりとか、ダブルタッチとか、ほんとワンパとか、まあ、そういうスキルをつけてあげれば、このマルシャルよりも多分使ってるよって人はいるんじゃないかなと。だマレンはまだこれから伸びしろ、それこそワンパがつけば、モラタと一緒ですけど、モラタもね、通常で使うとそこまでなんだけど、モラタにこれワンパがつくと、とんでもない大化け選手になる、はい。マレンもそのままだとこの形でスーパーサブがついただけなんで、どっちかっていうとマルシャルのワンパ。そうだね。やっぱね、このゲームはね、そのどうしようもなく、スキルが、すごい大切なゲームになってくるんで、そうなるとちょっとマルシャルに軍配上がるっていうのがあるんだけど、はい、ただこの選手もワンパがつけば逆にマルシャル越しちゃうんで、この選手って結構スキル追加つける意味がある。持ってるか持ってないかだよね。いや、これは超レアです。俺はもちろん持ってない。これはね、俺は個人的には一番今作のまあレアな FP なのかなと思うんで、まあぜひですね、持ってるよって方はですね、コメントいただけたら嬉しいと思います。はい、ということで、じゃあ最後このマレンがどれぐらいやれるのか、はい、フレマやっていきましょう。さあ、ということでいきましょう。調子普通。ちょっとね、後半からだとね、球のね、触る回数少ないんで、前半からいきますか。あ、そう、こっちは。おい、ちょっとどうした、なんだお前、子供みたいなやられ方して。いやー、おまずい。うわー、マジか。ミドルついてるんで、結構パワーあるシュート打てます結構パワーあんのよ、シュートが。結構細かい動きあるな。そう、この辺もね、やっぱりね、ここら辺で受けた時に細かいんで、ボールキープがね、93超えてるスパサブってね、マジで珍しいんだよ、普通に。マルシャルでさ、89だから、やっぱり、相当細かいタッチはできるかな。あっ、さあ、スイドラは強いよ。いや。いやー。ないか。いや、剣もいるじゃん。あ、ちょっと待って。おい、危ねえ。
おい、危なさあ、えい、あ、くそ、深いダブルタップだったな。マジか今。え、いやしかもまずいまずいまずい、そこに行かれる行かれる。ちょっと待てお前、あーくそ、ほぶねーみんなしてお前、お前もお前もみたいなずれさえ、もうずれすぎだってお前プレッシジおいしょお前見てよこれなんじゃいこのオランダ人なんかさ、このあのあれにさ決められるセットプレー萎えるよな、めちゃめちゃ。いや終わるな、うん、まあまあまあ、まあ、うーん、いいでしょ。ちょっとなぁ、ちょっと待って、もうパス成功率 100% できたんだけど、やばっ。俺うぜえなこいつビエラ、おい、ビエラが、おい何お前、そんなお前テクニシャンじゃないやろお前、回ってお前こんなことすなビエラがこういう大型の選手でヤンキーが実は勉強できましたみたいなぐらいびっくりするわ。こういう大型の選手でやるのね。おい、ちょっと待てお前ら。おい、どうしたんだよお前、静かに。お前イサクかほんまに、今の神体勢。来た、行け、潰せー、かわーやってもだ、すごいな、やっぱイサクにイサクでしょ。イサクなの、イサク入れてます。お前もイサク持ってる、イサクゲーミングです。あーおい、なんでかかとに当たってんだよお前、キモすぎやろ今のプレー。なんでさ、スルーパスだし後ろでかかとに当たんの、かかとの足に。やばっ、ケンガーなんやねうまい中村、大丈夫大丈夫。うわぁ、わざわざ右で打つな。あの、イサク逆足ずつがちょっと悪いんだよね。左に落としよね、今左だったなぁ。そう、左だったら入ってた。ちょっとそれが唯一のあれかな、まあ、文句つけるとしたら。くぅ、いるね、すいません。あ、まずい、こいつで。おー、なんで、どうして抜けたんだ今、はい、あー、渋最後、渋がいやー、くー